さんこんにちは。ズボラ子育て日記のゆきです。今回はご報告動画です。前回の動画をもうご覧いただいている方はわかると思うんですけれども、息子の顔出しをやめようと思います。私が YouTube を始めようかなというふうに夫に話した時に、夫は応援してくれました。ですがその時一つ約束をしました。それは生活が変わるようなことはしないということです。YouTube のために息子をあれこれするというのではなく、あくまでも生活、暮らしを第一に考えてほしいということでした。息子が幼稚園に行ってからは、一緒にいられる時間が朝と夕方、あとは土日だけになってしまいました。息子もカメラの存在をもう分かっているので、カメラを回しながら一緒に遊ぶとなると、積み木やプラレール、おままごとに集中して遊べなくなる日が増えてきました。YouTube を撮るという日は、画面上に個人情報が映り込んでいないかというのを確認するので、撮影する前も大変なんです。なので、この息子に一緒にいられる時間という蜜月を思いっきり楽しみたいというふうに思うようになりました。顔もだんだんと赤ちゃんのプニプニだった頃からしっかりとした幼児に成長しつつあります。今後もホームビデオ感覚で息子の手や後ろ姿や横顔なんかが出ることはあると思います。なので今後一切動画に出ないというわけではなく、お顔にはこうモザイクだったりスタンプだったり、何かこうお顔が見えないようにするような編集をさせていただきます。息子の成長を楽しみにしていただいた方は本当に申し訳ありません。私は YouTube 以外に SNS をお休み中なので、大きく宣伝するようなことはありません。これからも小さく細々とやっていこうと思っています。ですがやはり不特定多数の方にご覧いただいている動画になるので、こういった決断をさせていただきました。モザイクがかかっていたり、こう、スタンプをつけての動画の投稿という形にはなるんですけれども、息子の今のこんなことができるようになってよとか、今こんなことを、夢中で遊んでいますというようなことは今まで通り発信していこうと思っています。なので、発信内容については息子の成長や、あと私のこのズボラな子育ての様子というのを発信していくので、発信内容としては変わりませんので、今後もズボラ子育て日記をよろしくお願いします。では、本日の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。